はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気にサカツクやっていきましょうということで、本日は告知になります。はい、現在ご覧いただいているロゴありますね、 TKC by 鳥取キングダムということで、こちらユーザー参加型の大会を開催しようと思います。その名も鳥取キングダムカップ TKC という大会をやろうと思います。こちらに関しては、一般ユーザー、参加型になります。どれだけ参加希望の方がいるか、またどれだけの規模の大会になるか全く予想がついておりません。まあ蓋を開けてみたら、5人程度とか4人程度になる可能性もありますが、まあサカツク盛り上げていきたいなということでですね、大会をやっていきたいというふうに思います。でこちら TKC の大会に関しては、こちら鳥取キングダム、のチャンネルをチャンネル登録されている方ですね、の中から、参加したい方を募ってですね、またその方々、を集めて、どれぐらい集まるか分かりませんので、そこからですね、まあ、大会の仕様、トーナメント表、そういったものを、あとはその日にちですね、大会の日にち、そういったものを決めていきたいなというふうに思っております。はい、ですので、この TKC ぜひ出てみたいという方に関しては、コメント欄ですね、コメント欄にチーム名ですね、あとは、どうでしょうか、チーム名ぐらいでいいかな、いいのかな。はい、で、この TKC カップに、TKC に関しては、基本的には無制限で、やっていきたいというふうに思います。あのプラチナとかゴールドとか、バランス戦術とかではなく、まず一旦第1回大会という形で、まあ、こちらは無制限の大会にさせていただこうというふうに思いますので、参加したいと、参加してくださるという方に関しては、ぜひコメント欄にチーム名入れていただきたいと思います。はい、でもう一つ、この TKC をですね無制限にする理由もありまして、もう一つがこちらです。はい、もう一つ大会を開催していきたいというふうに考えております。それがこちら TJC ですね。はい、この TJC というのは何かというと、鳥塾カップですね、鳥取キングダムの塾生向けのカップ戦になります。はい、これはですね、3つとりあえず分けてやっていこうというふうに思っております。まず1つ目が TJC インフィニティですね。 TJC インフィニティに関しては無制限、無制限の大会で、鳥取塾生の、中から、参加していただける方を集めて、大会をやっていきたいというふうに思います。はい、そしてですね、続いてこちら TJC プラチナ、こちらはプラチナディビジョンと同じ制限で戦っていく形になります。さらに続いてこちら TJC ゴールド、こちらは同じく、SWCC のゴールドディビジョン隊と同じ制限で戦っていく形になります。そして最後にこちら TJC ノーガチャっていうのを作っております。でこれは何かというと、ガチャさん以外の選手で、戦っていく大会にしようかなというふうに思っております。っていうのは最近始まったカウントダウン25周年のアニバーサリーのガチャ、川本鬼重だったりとかエレだったりとかロゼイだったりとか優秀な、配布さん、まあガチャなんですけど一応、あれですね、売ったら金コインにならないっていう、そこの判断基準にしようと思っていますが、やはりですね、ああいった選手を楽しく育てていく、サカツクにガチャ以外の新しい楽しみ方を作っていくっていう意味で、このノーガチャっていうのを今後、結構本格的にやっていきたいなというふうに思っております。そうすることで SWCC のためだけって考えたらガチ勢からすると、正直あのスターズのガチャもどうでもいいんですよね。もうランアップシュート、グリントシュート別にいらないんですよね、超ガチ勢からすると。でもそれってサカツク楽しめてるってちょっと思い始めました。なんでノーガチャということで、選手を売却してもコインにならない選手、まあ、つまりシーズンが乗っていない選手ですね、
をだけの大会を作っていこうというふうに思います。ってなったらですよ、この TJC のノーガチャ大会に置いてロゼイ、エレ、川本、これはぶっちぎりの最強選手だと思うんですよね。そうなってくると、この TJC ノーガチャに向けてってなってくると、さらにより一層この、サカツクスターズの、ガチャも楽しくなってくるのかな、育成も楽しくなってくるのかなというふうに感じました。ということで、まあ、本当はですね、運営さんにそういった仕様の大会出してほしかったんですけど、まあ待っていても何も変わらないということで、私が動いてやろうというふうに思いました。まあ、知り合いの何ですかね、こういうロゴとか作るの上手い人に、お願いをして、こういう形でちょっと準備をさせていただきました。はい、ということでですね、この2大会を用意しました。でですね、 TKC のチャンピオンと TJC のチャンピオンを戦わせる TOT、まあ、トップオブトップの戦いっていうのも、最終的にはやっていきたいなというふうに思っております。ちなみに TJC のチャンピオンってどこのチャンピオンって思うかもしれませんが、TJC インフィニティのチャンピオンと TJC プラチナのチャンピオンと TJC ゴールドのチャンピオンと TJC ノーガチャのチャンピオン、この4人でトーナメントをしようと思っています。ここはガチンコの無制限と行きたいところなんですが、ここに関してはバランス戦術の戦いにしようと思っています。TJC チャンピオンカーニバルという名目でやっていこうというふうに予定をしております。まあ、これすべてですね、参加したいという方が集まったらの話になりますので、まあ、私が先走って何も動かないという可能性もありますが、一応ですね、まあ、少しでもサカツク楽しくやっていきたいなということで、こういう大会を用意させていただきました。はい、ということで、ちょっと話を整理すると、 TKC は無制限で一発勝負にすると思います。で、そこのチャンピオンが TJC の、インフィニティ、プラチナ、ゴールド、ノーガチャのチャンピオンカーニバルで優勝した TJC のチャンピオンと TKC のチャンピオンが戦う TOT、 トップオブトップ、そして頂点を決めると、そういった、まあ、シーズン的な、流れにしていきたいなというふうに考えております。はい、ということで、まあ、これはですね、こんな企画を考えてみ、ましたということの紹介動画になりますので、ただここから、まあ、どれだけのユーザーの方、視聴者の方が参加してくださるか分かりませんので、コメント欄でですね、チャンネル登録をされている方で TKC に出たいと、出てみたいと、出てくださるという方はぜひコメント欄にチーム名を入れてください。さらに、熟成の方で、TJC 出たいと、やりたいという方に関しては、チーム名、さらにはどこのディビジョンで参加したいのか、複数回答 OK にしようかな。どれだけ集まるか全く予想がつかないので、正直熟成のメンバーの数で4つに分けてしまったら大会成り立つのかとかもちょっと考えたりしてるので、熟成の方に関しては参加したい方はチーム名プラス参加したいディビジョンを複数回答 OK です。インフィニティとプラチナとゴールドとノーガチャ全部参加したいですよ、もしくはどれでもいいですよっていう方は、複数回答をお願いします。はい、ということで、こんな感じで、まあ、告知の動画になりました。はい、どれだけ参加者が出るのかすごく楽しみにしております。ぜひぜひ、参加していただいて、楽しくみんなでサカツクを盛り上げていけたらなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日の動画は短いですけども、この辺で終わりたいというふうに思います。はい、ということで皆さん、またI can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh.